おはようございます、池上です。いや、これ、見てください。このエアバス20を飛ばして、今週末、4連休あるので、日月火と3日間、エアバス20の内容をやろうと思ってたんですが、アップデートシャープ5の影響があってか、いくつかの機器がこういった形で使えなくなるっていうことで、いや、これはかなりの痛手ですね。ちょっと半ば今、心が折れてきているんですけれども、どうしようかな。これは困りました。さあ、ということで、改めまして、もう心が折れまくっている状態の池上でございます。いやー、もうどうしようかなっていう感じですよね。エアバス飛ばせないし、何やるのっていう感じで、実はもう本当にエアバス320を飛ばすことをベースに、今週末の Vlog の内容を考えていたので、今、いざ手持ち無沙汰になってしまってどうしようっていう感じなんですけれども、とりあえずこのハロウィンアップデートできている、ですね、152ランディングチャレンジをやってみているんですけれども、さあ、ということで、実は世界ランク55位というようなポイントを叩き出すということですね、何かこのエアバス320の反動すら感じますけれども、なんだかいいことがあるようなないような、そんな一日のスタートです。改めまして、おはようございます、池上です。実はですね、昨日オープニングの部分だけ撮って、その後も疲れてたのか半日ぐらいずっと寝てしまってですね、で夕方からはとある会議をしていて、ほぼ一日収録ができずに終わってしまって、気をまたいでの朝の挨拶なんですけれども、昨日会議していた内容についてはまた後で詳細について触れようと思うんですけれども、その前にですね、こちら見ていただいての通りですね、エバス320ネオに戻ってきました。ということで、まあ、ことの経緯としては、昨日はまあ収録できずに、まあ、今日の朝収録して朝の Vlog を編集しようというふうに考えていたんですけれども、この4連休の、まあ、目玉っていうわけではないですけれども、シリーズものとしてやりたかったのが、この Airbus 320の A32NX のモッドを入れた状態でのスタートアップ、それからワンフライトのオペレーションというところをひとしきり解説してみようかなと思っていたんですが、昨日時点ではアップデートシャープ5に対応していないということで、コックピットの機器関係使えない部分もいくつかあったので、かなり心が折れてやる気を失っていたところではあったんですが、たまたま今日の朝4時ぐらいから収録しようかなと思ってたら、リリースがちょうどあって、この後そのリリースがしっかりと反映されて使えるかっていうところを含めてですね、ゆっくりと見ていきたいと思います。ちなみに今回のアップデートは基本的に大きなものは何も入っていなくて、アップデートシャープ5に対応するという内容が主なようです。ということで、早速コックピットの方に移って内容の方を見ていきましょう。さあ、ということで、コックピットの方に移ってきたので、ゆっくりとスタートアップを進めながら、昨日実は会議していた内容というところを少し触れていきたいと思います。昨日何を話していたかっていうと、実はヨーロッパの私のエアバス320の師匠にあたる方とですね、まあいろいろとやり取りしていまして、でその中でエアバス320ネオ、この機体をですね、よりリアルにオペレーションするっていう、まあ楽しみを一つお互いにやろうということを共有してやってきてたんですけれども、やっぱしこのフライトシミュレーター、皆さんこうプロの方ばっかりじゃないので、初めてこう触れる人たちに対してっていうところでは結構ハードルが高いよねというところを話していて、じゃあそのハードルを取り去るために、どんな人が見ても分かるようなタイプのチェックリストというのを作ってみようじゃないかということで、いろいろと打ち合わせをしていて、トータル4時間ぐらいかな、やったんですけれども、徐々に形の方にまとまってきていて、今の考えとしては、それぞれの方にダウンロードしてもらえるように無料の電子データの配布もしようと思っているのと、あとは紙データにして製本っていうほどの、まあ大げさなものではないですけれども、ちゃんとハードコピーとして出せるような形も考えていて、これは多分有料になってしまうと思いますけれども、より使いやすく机にパッと置いて Airbus 320をよりリアルにオペレーションできるっていうようなアイテムをね、100回記念の時に打ち出したいなということで考えています。まあ、今日はもう完全にそういった紹介動画というかね、もうその程度なんですけれども、さあ、ということで、ちょこちょことデータを入れながらやってるんですが、
くつかファンクションが変わっている部分ありますね。 V1 から V2 まで一番最初になんかこう数字が入っていたのに対してボックスに変わっていて、一回クリックするとカリキュレートされた値が出てここのボックスの中に入るというようなシステムになってます。確かこの実機ではこのフラップ設定だったりとかフレックステンプとかここら辺を入れると自動で反映されたというふうな話を聞いてたと思うんですが、ちょっとここら辺の仕様がリアルとどうなのかっていうのはまた別の機会にね確認してお伝えしてみようかなというふうに思います。さあということで、ひとしきりセットアップの方が終わってプッシュバック今からしてもらうのでエンジンの方を立ち上げていきましょう。今ひとしきり見てきた感じだと大きなアップデートは確かにないんですが、細かいところのフィックスですね、まあ、そういったところはいくつかあるのかなと思っています。まあ、ちょっと個人的に思い出せる範囲で見ているので正式には分かりませんが、リリースノートではあまりこう新しい要素はないっていうような書かれ方がしていましたけれども、実はそれなりのアップデートはあるんではないかなっていうような感じですね。そういえば今何気なく押しますけれども、クロノっていういわゆるストップウォッチですけれども、ここを押すとこのディスプレイの左下のところに出てくるこのタイマー、意外とリアルパイロットからするとよく使うファンクションということで、これが実装されたのが、まあ、多分前回のアップデートバージョン4からだったと思いますが、これが実装されたことがかなり熱いポイントだっていうことを語ってましたね。まあ、それぐらい重要なストップウォッチということになるみたいです。まあ、ということで、あまり取れ高もない中どんどん滑走路に向かって進んでいってしまっているんですけれど もう多分今日の動画のタイトルは休日とか、まあ、なんかそんなタイトルになりそうなぐらいの予感ですね。いやちょっとなんとなく A32NX バージョン 4.1 リリース以外にも話題が欲しかったところではあるんですが、まあ、今回のリリースはですねあまりまあ大きくなかったというところも含めて、まあ、致し方ないのかなという部分ですね。とはいえ、まあ、この後離陸シーンぐらいまでは見てみて、実際にアップデートがちゃんとファンクションしているかというところを見て本日の動画に変えさせていただくということでやっていこうかなと思います。いずれにしても今のところはフライトシミュレーターのアップデートシャープ5とこのエアバスサニー NX のモッドの対応というところでは問題なく機能しているので、そういった意味で本当に待ち望んでいたアップデートだなという気がしますけれども、引き続きこのサニー NX を使って楽しんでいけたらなというふうに思います。今日こそはエアバス動画撮りまくりで、なおかつフライト練習しまくりでというところでやっていきたいなという感じですね。本来であればこの4連休ガンガンエアバスを飛ばす予定だったんですけどね、まあ、そういった意味では多少出遅れ感はありますけれども、まあ、まだまだこれから楽しむ時間あると思いますのでやっていきましょうという感じですね。さあということで一連離陸の方までねやってきたんですけれども、今のところは非常に軽快ですね。間説明するためにごちゃごちゃ行ったり来たりで離陸グダグダになった部分ありましたけれども、いずれにしても機体の挙動としては安定していると思いますので、この新しいバージョン 4.1 をぜひダウンロードしてね遊んでいただければ、この4連休のフライトシミュレーターライフもより一層充実するのかなというところですね。ということで本日はほぼ休日動画という感じですけれども、ご視聴いただきありがとうございました。また詳しい内容とかを明日以降作っていこうと思っていますので、しばしお待ちいただければと思っております。ちなみにこの1万フィートのトランジションのところでピタッと止まっちゃう現象、これはいわゆるまあ速度をつけるために設定上そうなってるらしいんですけれども、実際の機体では起こらないって話をポイントアウトされてましたね。というような小ネタを挟みつつ、マニアックな内容から遊びの内容まで幅広くやっておりますので、毎朝チェックしていただければと思っております。本日もご視聴ありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。I'm really glad I'm not walking around.